終わらせるから、カット率上位の9割超え、最終回始まるよ。というわけで、早速ですが今回は丸太しか運びません。上から順番にやっていったので、丸太系のミッションが最後に溜まってしまったわけです。今回は長い丸太となるので、それに合わせたトレーラーをこう。ぼったくりやろこれ。こんなクソみてえなトレーラーのくせに。10万の値段がします。もうわけわからないよ。でも、それが可愛く思えるレベルのことがこれから起こります。編集する前に、ざっと今回の録画データの確認をするんですが。ああ、落ち着いてください。焦ることはありません。あなたにお話があります。いいですか？どうか、落ち着いて。あなたが眠っていたのは、9年です。はっ！カットしてきます。早速今10分間の録画データが消えました。え、何この拷問？いや、これはもはや実況動画なんでしょうか？問題なのが、9時間も撮ったくせに、8時間が不要なシーンであることです。みたいですか？映画約3本分の GMC の移動シーン。本当に勘弁してください。てなわけで、今はマルタステーションに向かっています。ダム側に、マルタ2本を届ける必要があるために大体制。ですが、ブラックリバーにある積み込み場は平坦で安全性が高い反面、ぬかるみが途中にあるので、クソ時間かかります。え？どれくらい時間がかかるかって？しょうがないなぁ。特別に、ノーカットでお届けしましょう。用意するだけで35分かかりました。長い丸太2本用意するだけで35分かかりました。しかもまだですよ。まだ用意しただけで、まだ目的地に運んでないっすから。どういう供養だよこれ。重み時間の方がスノーランナーは、減塩すると速度が落ちるという、これいる仕様があるので、運ぶ際は、単独で運んだ方が結果的には早いです。というか、ソロに厳しすぎやしませんかこのゲーム。ちなみにマルチプレイならお互いがアクセル全開でいけば、今動画に映っている速度で減塩できます。なんでそこ縛ろうと思ったんでしょうか。まあいいでしょう。ひとまず採石場に丸太を届けに行きます。採石場といえば、数々のドラマを生み出してくれた場所ですし、さっさと運びたい。その意思。はい、今ので10分消し飛びました。丸太に運ぶだけですでに1時間が経過しようというところ、進捗率はまだ 0% である。体重が6.5キロ。これはブラック企業シミュレーター。まあ、安全に行けばどうということはないです。というか慣れました。慣らされました。とりあえず採石場の丸太はこれで OK。ハッとしよう。アクションを起こしませんか？アクションを起こしましょうよ。別に手を抜いているわけじゃないんです。実況するところがないんです。無慈悲なカットにより、1時間20分の録画データを3分にできました。あと7時間分は残ってるの怖くね。チュートリアルお疲れ様でした。いえいえ、まだです。これからです。続いてのミッションをやっていきましょう。お前のこと誰が好きなん？はい、さっきのミッションが可愛く見えてくる内容でございます。ここでめんどくさいのは、量もそうなんですが、長い丸太に加えて、丸太中も求められるので、その都度、別のトラックが必要になる点ですね。長い丸太はグダグダになるので、先に、丸太中を、6回分、届けたいと思います。ビルの家に関しては、丸太ステーションからかなり近いので、先にここだけさっと終わらせていきます。そういえばコメント欄で、この動画を見てスノーランナー買うのが怖い、的なコメントを見ましたが、通常プレイなら何ら問題なくプレイできると思います。GMC 縛りが本来の難しさなら多分プレイ人口10分の1とかでしょ。かくなる私も、縛りを設けてない時はソロプレイで150時間は遊びましたし、本来であれば、序盤に使える 4WD のトラックをメインに、GMC をサポートに入れてうまくクリアしていくのが序盤の流れ。誰も最初から GMC を選ばないんですね。最初からこの選択は間違っているのだよ。なんなら、今運んでいる丸太系だって、運営はこっちとかを使うことを想定しているはずです。ドラモンド島で無料でゲットできるし、当たり前ですが、GMC よりパワーも走破性も高いです。本シリーズでは売りましたが、やっとビルの家に着きました。なんでこんなところに住んでるの？バカだろこいつ。たった1ブロック離れたビルの家に行くだけでこの疲労感、耐えられるのか、今後のミッションに、というか、このゲームの仕様が悪いのよ。謎に、牽引すると車が遅くなるんすよね。動画のように牽引した場合と、トラックに直接乗せた場合では謎に速度が違うんですよね。ですが、トラックに乗せると当然のリスクしかないので、今回は牽引式でやってます。続いて、森林作業員の家に届けて、ダム側でやる丸太中ミッションは終了。長い道のりでしたが、まあなんとかなりましたね。速度は落ちるけど、やっぱり横転しないっていうのはかなり安心感があります。はぁ、余裕。と言ってもまだ半分も終わってないんだけどね。と
どん募集してくわよ。フレッシュ。続きましてアイランド湖に長い丸太を届けに行きます。幸いドラモンド島に長い丸太をゲットできる製材所があるので、ひとまずトラックだけアイランド湖に持って行きました。アイランド湖に続くトンネル手前で拾えるのでかなり落ができます。そこだけが今回のミッションの救いですが、ここに移動してくるだけで大変だっての。耐えられない。これはあともう一往復やる必要があると考えると、いや実際今回ジョムすぎてやめたもん。オーフィンランド田舎シミュレーターのように向かいから車が吹き飛んでくるわけでもなく、なんか木が倒れてくるわけでもなく、ひたすらコントローラーの右トリガーを押し続け、途中の癒しは自分で転がしておいておいた燃料タンクだけである。というかよくよく考えてみれば、食べ物のギアをバックに入れた翌日くらいに収録してるのバカじゃん。あまりにも見どころがなさすぎるので当然カットである。ですがここで私は神ムーブをしているわけですね。ありがとう過去の私。ここに GMC を置いておいてくれて、牽引できる状態の GMC を置いてあるので、ここのトレーラーストアで後ろの部分を買えば一件落着だぜ。ちなみにこう思う方がおるかもしれません。トラックにも丸太を乗せた状態で、かつ後ろにも牽引すれば2回分運べるじゃんと。甘いなぁ、本当に甘い。ちょっとは考えてみて。はい、GMC 君はですね、丸太中央3つ同時に運ぶことができません。重量の2台だと後ろが出っ張りすぎて牽引できないんですよね。まあ実際できたとしてもパワー不足すぎて進むかは怪しいところである。おいおい、安全なところなんてねえんだぜ。こうやって落ちるんだよ。おいしい。これで1回分です。カットしてるし倍速してるしで、あんまり時間がかかっているようには見えませんが、これでも約10分はかかっています。つまり3回分やれば30分ですよね。そのうちの29分は捨てることになるんで、燃料が不安でしたので燃料タンクを追加で持ってきました。そうです、ソロプレイでスムーズにやるにはこういう下準備が欠かせません。下準備でも時間が取られてしまうためミッションが進まないんすよね。確かに GMC は燃費が良い部類ですが、走破性がなさすぎるせいで距離当たりの消費量は案外多いんですよ。私考えたんです。アイランド湖はぬかるみこそ多いですが、高低差は少ないので、実はこっちで行った方が早いのではない。これはまずい。よろきを取れよ。もうすでに嫌な予感しかしない。速度はこっちのが出るんですけどね。まさかここまで振られるとは予想もしなかった。やっぱり重心が高すぎますよね。 GMC は横転しやすいわけでもないけど、横転耐性度合いで言うなら中の下くらいなので、ミスればすぐ横転します。まあさっきの絡み状態であれで。あー、ゴミかっせー。し待て、私はね、こうやって生きてきたんだ。 GMC にも良いところはありますよ。それは謎に横転してもエンジンがかかることが多い。よって救助しに行かなくてもなんとかなる場面が多いです。ヒヤヒヤしながらもなんとか帰ってこれました。確かに速度は出るんですが、やっぱり安定感に欠けるので減速や横転ミスが多くて、結果的に遅くなってしまう感じがありますね。この運び方は横転しにくいトラックじゃないと成立しないかもしれない。やっぱこれなんだよな。俺は安全に出世したいんだよ。結果的にこっちのが早いみたいだね。まあまりにも絵が同じすぎるので、カットしてきます。はい、これであとはですね、セキュリティソフトの家に長い丸太を届けると終了となります。長い丸太はダムに届けないといけません。ブラックリバーの方が距離的には近いんですけど、やっぱりあのぬかるみがどうしても邪魔になってくるので、ここはドラモンド島から拾ってくるのが賢明でしょう。まあマジで道中何もないので。まさかこんなに時間がかかるとはね。まあここまで時間かけといてですが、報酬少な。さすがにこれは人を舐めてるわ。お待たせしました、最後の動画となります。良くないと思いますよそういうの。まあ確かにブラックリバー内だけで完結するミッションですので、他マップに移動したりしなくていいというメリットはございます。ですが考えてみてください。同じルートを3往復、それを計3回やらないといけないんです。同じ絵を3回も見せられるんです。しかも長時間、しかも変わり映えのない映像を。やはり実況動画というのはテンポが大事です。重視した結果カット編集をすると、手抜きと
煙と言われるので、今度倍速を多用します。すると煙と言われるので、やはり GMC が8時間、低速で泥の上を走る映像を垂れ流すしかないのかもしれません。最初の方、ここで詰まっていたのを思い出します。今ではいい思い出、いや悪い思い出です。カットしていますが、これでももうすでに20分が経過しています。ようやく1本の丸太を届けることができました。製材所なんだから自分で錬金術して丸太作り、スイッチガスを入れに行くのはめんどくさいので、ここにタンクを設置しておきまして、本当に申し訳ないのですが、あとはこれを繰り返すだけなんですよ。私、疑問に思っていたんです。大体のゲームには、RTA 部門があります。当然スノーランナーにも、と思っていたんですが、ミッションモード系の RTA はあるものの、この通常マップ攻略の RTA が全然ないんですね。なって当然ですよね。他のゲームなら、爆技、タイミング、指揮、繊細かつ大胆な操作が求められるからこそ面白い。ですが、スノーランナーの場合コントローラーのトリガーをぶっ通しっぱなしで、応戦してしまったら敗退走となり、どれだけ効率よくやって、強いトラックを使っても、おそらく一段ですら5時間はかかるでしょう。誰がやるんですかと、やっぱり、1時間未満で走り切れる RTA がちょうどいいよね。カットしてきます。はい、これで2本目も完了。カットしてきます。はい、これで3本目も完了です。30分吹き飛びましたが、続いては、またしても丸太を6回分運ばないといけません。効率重視で、もうマシン自体はすっからかんで挑みます。2台用意してやっちようかと思いましたが、単独の方が楽ですね。速度が落ちる仕様がなければよかったんですけどね。どうしてこう、運営は余計なこ。あかん、ちょっと録画ミスしたわ。いやもうなんていうか、カットで行くないっすかと思います。よし、行くぞ。今回までで使用した GMC を集めてみました。割と増車していた記憶があるんですが、案外少ないかも。何はともあれ、これにて本シリーズは完結とさせていただきます。さて、完走した感想ですが、ユーコンクソくらい。より私はごは思っております。騙し騙し続けてきましたが、あまりにも実況向きじゃないですね。このゲーム GMC 縛りなので、ゲーム進行速度が遅くなってしまうのもあるのですが、 GMC 君無理ゲーにならないレベルに走れてしまうことと、ソロプレイとマルチプレイでミッションの量を合わせた結果、マルチだとすぐ終わり、ソロだと何度も同じミッションを繰り返しやるというゲームバランスの難しさを感じさせられるゲームでしたね。まあこの感じなので、しばらくはスノーランナーはいいかな。なんというか、悪い方向に時間が取られてしまいますからね。ざっと計算した中でも、おそらく完走までに50時間はプレイしたと思います。ですが、素材に使ったのは3時間分くらいなので、おおよそ40時間は捨てたわけですね。効率が悪い。序盤は見せ場屋などがあったんですが、終盤は作業ゲーだったのでカットが多くなりましたね。とまあこんな感じで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。